さて、まずドライブレコーダー、カメラが2台、それから盗難防止ブラケット六角レンチ、盗難防止ブラケット六角レンチ、リモコン、ボタンが2つ、ボタンが1つのバージョンもあるみたいですね。それから USB 電源ケーブル、これは、あ、そうか、USB 電源ケーブルかオートバイ用電源ケーブルか、これどっちか一つを使うってことだよね。オートバイ用電源ケーブル使うとするとかいらないと。リモコンはいるんかな、はい、一応つけなあかんか、はい、リモコン、それから、GPS 分岐ケーブル、GPS 分岐ケーブルのこれか、最初からくっついてるけど、何かな、これが GPS やけれども GPS 分岐ケーブルやね、うん、と GPS アンテナ、はい、もうこれ最初からくっついてる、よいしょ、うん、それから 3M の両面テープ、結束バンド、うん、6個、マイクロ SD カードは最初からここ蓋が開いて、入ってるけど、ただこれ表と裏がねもうちょっと分かるようにしておいてもらえるといいんですけどね、この接点がある方が液晶の方を向いて入れると、でこのゴムのカバーちゃんと閉まるかな、はい、マニュアルですね。で、品質保証書はどっかあったと思うんですけど、品質保証書あったかな、あ、これですね、品質保証書ね、うん、以上 OK で、各部の説明で、まず本体、あれ、これないの、本体からケーブルが4本伸びてて、これ、ね、6789、6番、これが、リア、あ、ということはこっちがフロントかな、6番がリアカメラで、7番がフロントカメラ、リアとフロントカメラにつながる、これはね、これは延長ケーブルか、あ、なるほどね、延長ケーブルが2本ずつついてるんやね、これもこの長さと延長ケーブルは2つ、こっちはなんか止まってるけどこっちは止まってないね、はい、で8番9番は8番は電源接続端子、電源接続端子、黄色い方かな、で9番はリモコン接続端子、リモコンが黄色なので、で電源は赤やし、あれ、これ見てる感じでは上の方が8番で、上の方が8番で電源接続端子になってるけど、色は一緒に合わせんでいいんかな、合わせなあかんやな普通はな、ということは多分9番リモコン接続端子、リモコンは明らかに黄色やね、多分これは8番がリモコンで9番が電源かな、きっとね、うん、こっちも USB 電源の方が赤なので、
あんまりこの図は正確じゃないですけど、色を見るときっとそうやね。8番、そうやね。これ見る限りでは8番はこっちは赤になってるんで、あんまり上下は関係ないよね。なので、リモコンはリモコンでここにつければよいし、電源はこれにつけると。そうするとこれから伸びてるやつは特に気にせんでもいいねんな。ところが GPS がついてるバージョンなので、 GPS はどうしたらいいかな。GPS はから電源を取って、でこっちから、あ、ちゃうか。だからこっから電源取ったやつをここに挿して、でこれをここに挿すんかな。こういう感じかな。すれておかしいね。逆やね。こうやね。電源から来たものが GPS に流れるのと、こっちが流れるね。じゃないとおかしいかな。OK。で、オートバイ電源ケーブルによる接続方法。赤はプラスの電極、黒はアースあるいはバッテリーのマイナスの電極で、白がアクセサリー電源プラス極あるいはイグニッションキーのオンで 12-24V のやつが発生する配電に接続してくださいと。接続する前、アクセサリー電源の取り出し方を確認してくださいと。検電テスターで確認することをお勧めしますと。そうやね。電源の接続が誤っている場合、走行中に電源が切れたり録画ができない、または本製品を壊したりする場合がありますということです。書いてあるわ。GPS 分岐ケーブルの接続方法、この二股に分かれる手前の方が、本体側電源やからこうか、こうみたいですね。みたいですね。本体側の電源は二股に分かれてる方をつないで、ね、あ、いや本体じゃない、オートバイ側の電源ね。で、分かれてる方ね、分かれてる方で、その手前の方が、本体側電源端子、こういう感じか。はいはいはい。OK。それから、カメラの取り付け、カメラの接続端子、カメラ本体とマウント接続リング、ほうほうほう、あ、なるほどね。これはそうか、360度回転するんやね。でカメラの取り付けして、これはなんか曲がるっていうのね、ちょっと見たんやけど、そんなに柔らかくはないけど、まあ曲がる。金属っぽいね。はい。で、両面テープがついてると。固定用のネジ、まあ固定は可能というわけで、まあ、固定するに越したことはないんやけど、その場合ネジ穴を開けなきゃな。はい。バイクによりカメラを取り付ける場所が違いますと、はい。画面が逆になったりした場合と、それからなるほど、ドライブレコーダーはマジックテープでも取り付けられる。でマジックテープの取り付け、貼り付け位置おすすめがここの部分か。ここにでも貼るとこのステッカーかね、あ、シリアル番号見えてしまった。はい、これが見えなくなってしまいますね。4分の1ネジがあって、
これは何やろね、これあ、なるほど、こういうことか。こうかとすると、これはこうか、これとこれはじゃあ何が違うんやろ。うん、マニュアルを見る限りは、こういう感じやね。こういう感じやね。そうするとこれは何や。GoPro とか作れますってやつ、そういうわけじゃないよね。なんやろ、なんやろな。あら、ここからもう本体の使い方や。これはハンドルバーに取り付けできると。これは、六角レンチで太さが調整可能。ドライブレコーダー本体は防水 IP6SD5 使用、同梱の取り付けマウントを使用して、オートバイのハンドルや透明風防スクリーンの下に走行中に液晶画面を確認可能な場所に取り付けてくださいと。はいはい、取り付け、本体の取り付け方としては、本体背面のネジにマウントを取り付けをするか、本体背面に両面テープを貼り付けするか、2通りあるっていうことやね。ちなみにドライブレコーダー本体と部品を接続するコネクタは色分けされていますと。赤が電源、黄色がリモコン、黒がカメラ、青が GPS と。なるほど。この4分の1インチネジに取り付けマウントというところがいまいちよくわからんけれども、電源、オートバイの車種により取り付ける方法が異なります。安全のため、はい、専門のショップに依頼してくださいと。装着図イメージです。実際の装着方法は車種によることが異なりますと。部品、カメラ延長ケーブル、カメラ予備品を別に購入する場合はサポートセンターへご連絡ください。ピンの数と方向を確認の上、各ケーブル端子を奥まで差し込、押し込んでください。奥まで押し込まない、または、またピンが折れたら接触不良、正常に動作できない場合がございます。配線を切ったりしないでください。故障の原因となりますということですね。うん、なるほど。このマウントがよくわからんね。GPS は両面テープ。このマウントは何のためにあるのでしょう。確かにこうやってはまるわね。これもここにはまるわね。ここにはまるけれども、これでもきっとここではないよね。なんやろこれ。
やっぱこれはここやんな。これここやと思う。これはここやと思うし、そうするとこれやな。4分の1インチネジに取り付けマウント付属の六角レンチでネジを回して A と B 部が可動固定になりますと。これそうやんな、六角レンチで、うん、するとますますこのもう一個の方のマウントが何のためなのかわからなくなってくるな。これ何なんやこれは、ますますわからんな。分からんけれどもやっぱり、これこれ動くのは何やろ。ネジを固定して、ネジを固定して、これ動くな。どういうことやの。動くな。そりゃそうやもんな。ここ全然閉まってる感じしないもんね。関係ないな。どういうことこれ。ここここはそもそも関係ないもんな。ん？ドライブレコーダー本体背面のネジに付属の盗難防止ブラケットに取り付けます。これじゃないの。こっちは固定できないけどな、きっと。どういうこと。あ、これも固定しないな。閉めて固定しないな。ますます分からん。あれここなんか塗装が剥がれてる。どういうことやろな、これ。ここの塗装が十分じゃないな。うん。よくわからん。
ドライブレコーダー本体背面のネジ穴に付属の盗難防止ブラケットに取り付けます。盗難防止ブラケットを取り付けますやんな。これは少なくともここで合ってるよね。これは間違いないと思うねんな。わからん。スカスカやもんな、これ。どういうこっちゃ。付属の六角レンチでネジを回してシーブの大きさを調整する。これはここやな。これはまあわかるかな。